夕飯の買い物だと？夕飯は何にするのだ、シド？うむ、みんなでシドを見ているのだ。こちらのシドは寝ているみたいなのに、画面の中ではシドが歩いているぞ。不思議だな。私は今日はメンチカツが食べたいぞ。シド、そこにあるお肉屋さんでメンチカツを買ってくるのだ。味覚も再現してあるからちゃんと味もするわよ。脳が食べたって認識するから満腹感も得られる。もちろん栄養が摂取できるわけじゃないから、寝ているシド本人のお腹が膨れはしないけどね。問題ない。遅刻しそうなのでパンをくわえて走っていたら、運命の出会いをしてしまっただけ。パンを加えて走るのは遅刻に付随する現象。そしてその状態で曲がり角にて衝突することで、私とシドウは運命の出会いをしたことになる。そう、私たちはすでに恋人だけど、恋人同士の間にも刺激は必要。この後、運命の再会をした二人は熱い時間を過ごす。なんなら今ここでも構わない。そう、では当初の予定通り、後ほど教室で再会することにする。待っている。イベント、やるゲーなんだから当然でしょ。ま、今のは小手調べよ。このゲーム世界で過ごすうちにもっといろいろなイベントが発生するようになっているわ。黙りなさい。NPC の再現度も高かったでしょ。イベント発生のためにいくつかゲーム世界独自の設定とかがあるのよ。大事なのは人格の再現度ね。とはいえまだ完璧とは言えないがね。感情、特に恋愛というものの再現は非常に難しい。そこはこれからの課題ってところね。じゃあ次は学校に行ってみましょう。